上越玉神社へやってまいりました。伊勢神宮へお参りするのにいろいろな夫婦のように寄り添って顔を出す大小の岩、そんな夫婦あ目夫婦岩のそびえる二見浦海岸には二見越玉神社が鎮座しています。有名伊勢神宮の正式名称は神宮と言います。内宮と社が伊勢市、その約500年後これが正宮でございます。天テラス前回のなんだこれ ここが風の宮、これが土の宮と、これが多賀の宮。どうでしょう、これで。これがカフェ。すごいこんな並ぶ。あっこがおかげよこっち。これ内宮。違う。こっちよ。美味しいわここ。でも多分今行っとった方が帰り多いかもしれない。そうですね。そういうこと。さっきの本店
店のあれどこあった？あれはもっと向こうやな。あんなとこ買えんで絶対。あ、そうにゃん、にゃん、ああそういうこと、うん、まだ向こうやんな。こういうの好きじゃないよね、あられとか。ああ、あんま好きじゃない。買う？買う？甘いもん。ああ。あ、これ乗っ取ったわ。観光マップ。行く？行か？ん？ん？あ、そう。うん。まだ立つ。はい、牛鍋食いて。あの、何やったっけな。あ、さっきのやつ。いた。あ、ほんと？まだだ。何してんの？あの高いとこ、松坂牛のマリオチ。ルロケンがねえわ。銀玉で出とったとこの店やな。これ。今まで食べとった。左。うわあ、ええな、そばとおにぎり。行きてえな、ここいいな。うわあ、カフトぜんざいやって。全部行く？うわー、これまた並んどります。出た、牛鍋や、こんばん。ちょっとおにぎしか、赤服のおにぎ。ほんと？これはさっきの、さっきのとこやん。こっち行く？
いよ。寒いから帰ろうって言ったらいいから。目がダメダメになってるし、かわいそう。うわ。うわ。あ、全然こっちの方がいいな、さっきより。ほんまや。これじゃん。ここじゃん。誰も入ってない。あ、お金いるんだから。で、ここで入る。ここは。